改選決意をしたんじゃない、改選決意をするという決意なんですから、改選決意をする時期を10月上旬と明示したのです。ほとんど望みはないけれども、何しろまた交渉をやるんだから、何に一つもいわゆる我が目的が貫徹することがあるかもしれない。国際的な日本の政治ではなかった。だからできなかったんです。そこに入りたい、入るようになったのであると思うんです。こうした日本人の弱さ、人に国家を支配する首脳、それで、はじめ我々の自主独王の気力の足らなかったことが、この中東に入った最大の私は理由だと思います。